過去一可愛い、カゴ愛、印象激変清楚系黒髪ロング姿にファン沸騰、誰やねん、の声も、モー,モーニング娘。のカゴ愛、36が29日までにインスタグラムを更新。黒髪ロングにイメチェンした姿を公開し、反響を呼んでいる。この日、カゴは普段のブロンドのショートヘアスタイルから、アッシュ系の黒髪ロングにイメチェンした様子を、披露。 オーバーサイズの白い T シャツを着て印象が激変した黒髪を揺らせながら踊る様子は、アイドル時代前世紀の頃のステージパフォーマンスを彷彿とさせる魅力的でキュートな投稿となっている。2016年に長女を、2017年に長男を出産し、現在2児の母であるカゴさん。最近はギャルっぽい雰囲気のハイトンヘアがトレードマークで、 肌の露出度高めのコーディネートを披露することも多くあり、その度に SNS 上では美ボディブリが話題になっています。今回はエクステをつけたのか、ゆる感のハーフアップにヘアアレンジしたショットも公開されており、すごく清楚な印象でまるで別人のようですよね。女性史ライター。に、ファンからは、過去一可愛い。可愛すぎて心臓に悪いです。誰やねん。え、可愛すぎ。 黒髪のアイボンのがスキー、アンハツロングアイボン長、貴重すぎて感謝。奇抜な感じよりこちらの方が絶対似合ってる、などの声が寄せられた。デビュー24周年を記念して5月17日にファンクラブを開設し、精力的に活動しているカゴ。6月9日には東京キネマクラブにて、カゴチャンネルライブ2024スプリングを開催。 当然にはチケットの売れ行きが思わしくないという YouTube 動画をアップしていたが、無事にクリアしたようだ。過去一可愛い、奇抜な感じよりこちらの方が絶対似合ってる、などの声が多く聞かれ、新ヘアが好評の過護今後はシフトしていく。足ほそ三代目今市隆二、ほっそり美脚のフェンディ、短パンショットにファン釘付けけ多忙を心配する声も、 三代目 J ソールブラザーズフロムエグザイルトライブの今市竜二37が29日までにインスタグラムをこほっそりとした足が際立つ短パン姿を公開した。この日、今市はフェンリのストライプ柄のセットアップを着用した全身ショットを公開。ボトムスは短パンで、ほっそりとした足が目立っている。 今市さんといえば、いかついコーデ写真をたびたび披露していますが、今回のような短パン姿はなかなかのレア。ワイルドなイメージがある今市さんですが、洗練された雰囲気の綺麗めコーデもよく似合いますね。現在開催中のソロツアーでも、また普段とは違った一面をくれるかもしれませんね。女性史ライター。今市のスタイルの良さが引き立つ短パンショットに、ファンからは、 ショートパンツから覗くおみ足が美しすぎて目が釘付けけ足細くてかわちい足きれいつやつやすぎわら足のげくしマジで足がほっそいわらショータ足足足まできれいすぎるなんて罪と足に注目する反応が寄せられている足細美脚かよとの称賛が寄せられた一方でリュウジ君またスマートになった美しいけども体調気をつけてねと 多忙な日々を送る彼を心配する声もあったいまいちの短パン姿。ツアー中ということもあり、健康第一で過ごしてほしい。足細くてかわちい足細っくかよ、リュウジ君またスマートになった美しいけども、体調気をつけてね、と。とにかく足に関するコメントが殺到していたいまいちの短パンショット。ツルツルの美脚が眩しい。 色気だだ漏れ、ナンバーアンダーライン、アイ、ジング、ファッション誌撮影でのツヤがすごい横からショットに大反響、画面割れる。ナンバーアンダーライン、アイのジングージユータ、26、が29日までにインスタグラムを更新。平野翔27七ンユータと共に表紙を飾っているファッション誌、エルジャポン、8月号特別版、ハースト夫人画報社の撮影オフショットを公開した。この日、 神宮寺は、エルジャポン8月号特別版の表紙カットショットを複数公開。平野騎士と3人で並んだ表紙画像のほか、ジャケットを着こなす美しい、横アングルからの爆池ソロショットも投稿している。同志はナンバーアンダーラインアイがグループで初登場したということで、ファンの間でに、このところ音楽番組などで見かける機会が増えたナンバーアンダーラインアイですが、 ビジュアルがどんどん進化していると評判です。最新のノー・オーリングはオリコン上半期ランキング2024の作品別売上数部門のアルバムランキングで1位を獲得していますし、まさに八区の勢いですね。女性誌ライター。ジンミヤデラが公開した爆池ショットにファンからはエモ以外の言葉が出てこない好き。 色気だだ漏れの神くん、どんどん美しくなりますけど、秘訣とかあります。かっこよすぎて変な声出たよ、顔文字笑い、かっこよすぎて美人さんでどうしよう、と絶賛のコメントが寄せられている。イケメンぶりはもちろんのこと、艶っぽさも感じられる神宮寺の撮影ショット、最近どんどん美が増していますね、美しい画面割れる、と絶賛の声が寄せられているのも納得だ。 今回の神宮寺の撮影ショットには、色気だだ漏れの神くん美しい画面割れる、といった声も。美しいという言葉がよく似合う、完璧なビジュアル。横アングルショットは5枚目。